Hi, everyone, this is Kammer. ABEX イコールチンギラ事務所だと思ってたんで。こら元カノが有名女優だったって話はどうなんでしょうか。あ、なるほど。さあ、それでは早速本日の主役にご登場いただきましょう。どうぞ。ちょっとびっくりされてるようですけれども、いやもうこんな呼んでるんですね。何も聞かされてなかったんです。こんなこれダミーじゃないですよね。ダミーになります。本物のメディアの皆さんです。よろしくお願いします。いやでも改めてこうカルマさんがまさかあのカルマさんがここにABEX本社にということでファンの皆さんをね驚かせてると思うんですけども、はい、改めてまずはご挨拶をお願いします。やっちゃいますか。Hi, everyone. My name is Kammer. I was born in Korea. I'm a language fan. So I'm quarter. It's my favorite country, but ここ日本で。おお、出たー。これこれ。これはやりたくなかったんですよ。いつものこれですよ。いや、これ本当にちょっともうエベックスに絶対これだけはやれっていう風にもう結構圧迫気味に言われてたんで、もう本当たまったもんじゃないですね。もうだいぶやらされてた感が出てましたけれども。全然やばいですよ。そうですね、これだけの報道陣を前にお話しするっていうのは初めての経験ですか。いや、もう全くもうメディアに出ること自体がちょっと僕が初めてなんで、で1年間 YouTube も休んでたんで、まあ、簡単に言えば来週記者会見だからって急に言われてここに今立ってるみたいな状況なんで、なんかそこら辺の大学生捕まえてきても来週全国区だからみたいな感じに言われた感覚の方がまだなんか近いかなって。そんなスピード感でことが進めるんですね。いや、もう本当そうですね。はい。はい、じゃあですね、これからいろいろ掘り下げて聞いていきたいと思いますので、お願いします。はい、カルマさん、ご着席ください。ありがとうございます。さあ、ではですね、カルマさんについて初めての方も多いと思いますので、改めてご紹介させていただきます。カルマさんは2018年から YouTube を開始して、約1年で YouTube チャンネル登録者数100万人を突破し、現在160万人の登録者数を数えるまでに至った天才クリエイターカルマです。天才クリエイターってやるってことですか。ちょっとなんかいやちょっと恥ずかしいですね。もうその通りじゃないですか。もう今日何回もこすっていくんで、まあ、そうですね、まあ、本当は会見数時間前まで150万人だったんですけど、会見間近に160万人ちょっと急に動画上げると10万人ぐらい増えちゃったんで、ちょっと天才かもしれないですね。もういいですね、その調子で。本当にいいですか。いや、安定感が。すいません、お願いします。そう、ただカルマさん、今年7月12日に突然動画が非公開となり、はい、SNS 上では失踪説、引退説、はい、さらに死亡説まで流れる事態となってたんですけども、はいはい、まあ、いろいろ聞きたいことある中で、まず、はい、この休止の1年間というのは何をされてたんですか。はい、そうですね。まあ、1年間結構いろいろ、まあ、あって、最後に、書籍を出させていただいたんですけれども、はい、その書籍、まあ、相当売れた書籍なんですけど。こちらね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すっごい売れたんですよ、これ。まあでも、そのタイミングで、こう、まあ、その時すごく YouTube、僕のチャンネルも絶対、長期っていうんですかね、その結構盛り上がってるタイミングだったんですけれども、そこでちょっと計画的に、止めさせていただいて、で、まあ、実は以前から、芸能事務所の方々からいろいろこう、お話は、こういった話は結構もらってて、で、まあ、その中にも、その時期ぐらいから ABEX さんからもお話があったんですけれども、まあ、最初はちょっと、
ね、1年間正直僕もいろいろあったし、うん、もう APEX イコールチンギラ事務所だと思ってたんで、こらちょっと APEX さんの前にしてちょっと今怒ってますけど、まあ、確かにね、確かにそうかもしれないそうなんですよ。だから、まあ、一応それでまあ、最初はいろいろ同じ事務所さんと話したりとかもしてたんですけど、お断りさせていただいて、で、まあ、正直1年間、僕の、こう、周りでいろいろあって、それはいいこともですけど、正直悪いこともすごくあったので、で、そこでやっぱりいろいろ ABEX さんが親身になって、まあ、いろいろ支えてくれて、で、そこから1年間ぐらいですかね、もうずっと切磋琢磨していろんなことをやって、でまあ、それで、まあ、ね、チームも伝わったんで、そろそろ所属してやろうかなと思ったんですね。そうですね。そうだったんですね。はい、ただ、お休み中、睡眠下でいろいろ動いて、はい、そうですね。APEX に入るに至って、経緯を教えてもらったんですけども、はい、カルマさん、そもそも YouTuber として、はい、もうかなりの登録者数もありますし、全然一人で戦えたと思うんですよ。あえてこう、はい、ABEX に所属しようと思った深い理由ってありますか？確かによく考えてみたら一人で行けますね。今まで来てたじゃないですか。いや、なんか、ではなく、まあ、正直今の時代って、まあ、独立が多いと俺は思ってて、特にこう、こっちの業界の芸能の業界なんて、やっぱ、事務所をやられて、で、なんか個の力が物を言う時代だなってすごく思ってて、もちろん今、時代の、なんか、逆行するような、まあ、時代の真逆を言ってるような選択を自分がしようとしてるっていうことは、こう、重々理解した上で、まあなんか、いろいろプロの方が独立されたりとかするのも、やっぱりそこでメディアでいろいろ成功されてきて、もっと自由度が増す環境になってきたから、どん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 、この力を発揮していこうっていう方が多いと思うんですけれども、僕は正直逆のパターンだと思ってて、僕は個でできること、正直一人でできることは全部やった、やりきったと思ってるので、でもこれで別に満足してるわけじゃなくて、まあ、もっともっと今のエンタメ業界を、まあ固定概念にとらわれずにもっと枠を広げていくっていう意味でも、で、僕個人的にもやっぱエンタメを拡大させるためには、カルマとしてどんどんエンタメを拡大させていくには、まあ組織の力が必要だなって思ったので。まあでも入るからには、まあ ABEX、まあそれでやっぱ ABEX さん結構やっぱ、まあ頭いっちゃってる系が多いから、スタッフさんとかが。割とはっきり言いますね。そうですね。まあでも多分わかると思うんですけど。そうですね。そういろんな方が所属、スタッフもいろんな方いますから。なんで、まあなんか、バイブスっていう意味ではあったので、まあ、いろいろ切磋琢磨しながら新しい時代を築いていきたいなって思いました。確かになんとなくカルマさんとこう ABEX の社風、フィーリングは合いそうな雰囲気はあるなと私も感じるんですけど。むちゃくちゃ喧嘩しますけどね。え、はい、まあ、それができるところがいいなと思いました。その、やっぱり真逆の業界だと思うので、はい、こう、デジタルとこうメディア。だからこう、じゃあメディアのところにお世話になりますとかそういうわけではなくて、やっぱ自分の考えも通すべきところは通すようにしたりとか、うん、で、向こうの意見もやっぱりこう通すところは通すっていう意味で、まあ、だからぶつかり合う時は全然多いですよね。うん、ただこう夢を叶えるために事務所に所属されたっていうのは分かるんですけど、はい、ABEX はやっぱりアーティスト、それからタレントさんが多く所属する事務所なので、YouTuber に特化した事務所ではないんですよ。もうそれを承知の上でいいですよね。あ、そうですね。もう入るからには YouTuber 事務所に入っても意味がないとは思ってたので、もちろん YouTuber 事務所は、まあ、最近とかではないんですけど、YouTuber 始めた当初を伸び始めた時ぐらいですかね、結構お話は一通りいただいたんですけども、まあなんか、一人で、なんていうんですかね、いろいろなことをやっぱ考えて、それを一人で具現化した方が小回りが利くと思ってたので、ただネットに関してはやっぱり YouTuber が YouTuber 事務所に入っても何も面白みないなと思って、その YouTuber 事務所からお仕事いただいたとして、それって結局パワーバランスとしては YouTuber さんの個の力の方がやっぱり強いっていう、ちょっと逆のバランスだったりするので、メディアと。だから自分でその仕事は
取ってこれるんですよね。自分もこう、そうですね、109のシリンダー広告とか出させてもらって、まあ、大変ですけど、だからせっかく入るからには、組織の力をお借りするからには、自分に持ってない通行手形を持って、やっぱ違う畑の方と絡みたいなと思ってます。はい。まあ、でも ADEX もいろんなタレントアーティスト所属してますけど、はい、カルマさんも ADEX ファミリーとなった今、はい、ADEX 内でコラボしてみたい方とか、どなたかいらっしゃったりします？ ADEX ですか？はい。いや、僕思ったんですけど、ADEX のタレントさんもいるんですけど、今、全員チャンネル持ってらっしゃいますよね、YouTube。多いですよね。みんな持ってますね。まあ、ちょっと上からなっちゃうからな。まあ、僕が ADEX に入ったってことになるのであれば、登録者でいうと多分僕が一番多いと思うんで、ちょっとここは上からね、行かせてもらう形になると思うんですけども、ちょっと大丈夫ですか、もうめちゃくちゃ笑ってくれてるんで、はい、そうですね、まあ、登録者でいうとちょっと僕がね、登録者だけですよ、多いとは思うんですけど、まあ、なんか、はい、まあ、関谷美さんとかですかね、まあ、やっぱ地元がね、一緒なんでね、福岡、ああ、そうです、そうです、やっぱ福岡のね、こう僕が小さい時からこう大変って言われてたことですから、まあ、YouTube でね、しりとりとかやってみたいですね。ちょっとちょっと、浜崎さんそれやらせないでください。まあ、ほんとそう。いや、なんかごめんなさい。ちょっと、てっきり地元が一緒だったんで、地元の先輩を呼び出す感覚でちょっと言っちゃってます。軽い。いや、ADEX のトップスター、もう日本が誇る歌姫ですからね。それ忘れないでください。ちょっと、ごめんなさい。YouTube のチャンネル調子乗ってます。ちょっと調子乗ってる。でもね、いきなり浜崎さんなかなかハードル高いんで、はい、まずメルルぐらいでどうですか？あ、ちょっと、あれ、それ、こういう名刺出しちゃっていいんですか、はい、今、結構ぶっ込んでいます。まあ、ADEX 的にちょうどいいかなと。まず、メルルぐらいから行って、その後、はい、まあ、ADEX のいろはを教えてもらうという意味で、DJ コーさんとか。あ、ちょっとそこは難しいかなっていうね、なんかこう、いろんな角度からね。もう、あれですか、ちゃんと名前伏せといた方がいいと思いますよ。いやいやいや、そんなことないですよ。信号ないですか、メルルさんとかコーさんと。薄みにあるんですけど。薄みにあるんだったら、結構顔も薄めの答えかけていた方がいいですよ、多分。ただね、コウさんは乗っかってくるの大好きなんで、あ、これも皆さんの記事見て、すぐ来ると思います。あ、本当ですか？逆オファー来るんじゃないですか？ちょっと連絡先だけでしといてもらって。全然、ぜひ、機会があれば。はい。はい。お願いします。ということで、末端会を踏んで、浜崎あゆみさんとのコラボレーションが実現するのか、ちょっと私も楽しみにしたいんですけど、まあ、改めて、これからの目標だったり、どういった活躍をしていくのか、はい、これからの活動についてもちょっと聞かせていただけたらなと思います。ただ活動ですか？はい、これからめっちゃ緊張する今まあ、これからの活動自体は、まあ、なんかその明確なこれをやる、このジャンルに絞るっていうのは、僕は今の時代僕の考えとしては違うと思って、まあ、ADEX と組むからには、今まで僕がなかった、こう、組織の力だったりとか、で、いろいろノウハウもあると思うし、多ジャンル、まあ、いろんなジャンル、挑戦してみたいなっていうのも思いますし、まあ、これは多分皆さんが思ってるようだと思うんですけど、ADEX イコールやっぱ、音楽の事務所だと思ってると思うんで、そういった意味では同じ作品作りっていう意味では、そういうのに携われたらなって、裏方もそうだし、自分でプロデュースするのもそうだし、自分もそういうのもやっていきたいっていうのはありますね。まあ、まずは自分をプロデュースしてっていう感じで、一緒にそれを ADEX の方とやっていきたいですね。まあ、今までにない形を気づけていけたらなと思うんで、まあ、あれですね、ちょっと結構長くなったんですけど、まあ、簡単に言ったら無計画ですね。はい、無計画です。まだ前例がないことやろうっていうことだけをとりあえず、バイブスだけ上げてるんで、もう全然無計画ですね。はい。まあ、とは言いつつも、やっぱりこう、はい、昨日ね、公開された YouTube だったりとかでも、こう起きたいみたいな感じで、はい、実は何かあるんじゃないかなと期待しておりますので。まあ、そうですね。いろいろ作ったりはしてるんですけども、はい、まあ、とりあえずはこの報告がね、所属させていただくっていう、今まで多分エンタメ業界前例がないことだと思うので、はい、よろしくお願いします。
はい、圧がすごすぎますね。初めてですもんね。いきなりこんなに集まらないんですよ。いや、本当そうですよ。僕、ソーシャルディスタンス、これだけソーシャルディスタンスを喜んだことないですよ。これ、本来だったらここら辺にベタ付きしてる感じじゃないですか。そうです。もうすぐ近くで。これだけで注目度も高いカルマさんですけども、こう今までもいろいろ YouTube 内でも、はい、こうタレントさんだったり、いろんな交友関係があったカルマさんだと思うんですけども、はい、実はあのカルマさんはバドミントン日本代表、はい、桃田賢斗選手とも親交があるそうなんですよね。なんと今日はバドミントン、はい、エースでしょう、はい、試合があるということで何かを指してる。いやいや、もうバドミントンのって瞬間、なんでバドミントンしてんだこの人って思ったんですけど。はい。あ、なるほど。はい。なんか交友があるそうなんですか。あ、そうですね。はい。ありますね。YouTube ドリームっていうんですかね。僕が YouTube やってて、視聴者さんでいてくれて、ファン、すごくファンでいてくださって、そうなんですね。そうですね。で、そこから結構親交深まって、よく連絡する。中でまあいずれ YouTube とかでもコラボしましょうっていうことだったので、まあぜひっていう感じです。そんなやり取りを、はい、ああそうですね、よく連絡は、うん、はい、取れてたんですね。はい、なんとそのよく連絡もやり取りされているという、はい、桃田選手からですね、なんと本日ビデオメッセージをいただいております。うわー、さすがに。いやいや、ちょっと待ってください。ていうか今日今誰か見ましたか。てか今日試合ですよね、多分桃田さん。そうです、ちょうど朝 LINE してたんですよ。今朝も。いや、そうです、試合頑張ってくださいって、で記者だけ頑張ってください、お互い頑張りましょうみたいな。あー、結構やってんな、変なとこ時間割いてますね。はい、そうです、もう本大会の直前ではあるんですけども。そうですよね、はい、もうカルマさんがここで会見されるということで、はい、ぜひということで、はい、ビデオメッセージをいただきましたので、はい、では準備の方よろしいでしょうか。それではご覧いただきたいと思います。どうぞ。生々しい。カルマさん、こんにちは、桃田賢斗です。いつも動画見て、ナムキャラで、元気が出ます。いつか一緒にバドミントンでしたら嬉しいです。その前に、ご飯行きましょう。この回も稼いでると思うので踊ってください。よろしくお願いします。おー、なんと桃田賢斗選手からのビデオメッセージでした。ありがとうございます。いや、もう大きな拍手ですね、これは。いや、本当はここにいる記者の方々も本当はもう会場に行った方がいいと思うんですよ。いや、もう真裏でやってるじゃないですか。いや、まず語弊があるんですけども、お金は持ってないです。あの人は持ってます。いや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 、僕もう1年間何もやってなかったんで、もう今月も家賃払えるか分かんない、逆に奢ってもらいたいぐらいです。そうですね、もしかしたらメダルを取るかもしれない。いや、桃田選手にごちそうになったとなると一生の記念だと思うんですけど、はい、まあ、改めてこう頑張ってくださいということだったので、はい、桃田選手のエールの効果といいますか。いやいや、もうこちらの方こそ今ちょうど真裏でやってるんですよね。僕もバドミントン幼少期やってたんで、はい、すっげえ大変だろうなってやっぱ思いながら関わらせてもらってるんで、本当に金メダルね、一番の筆頭候補だと思うんで、ぜひ、まあ、プレッシャー与えるとあれだと思うんで、楽しんでもらいたいなと思います。はい、出し切ってもらいたいな、はい、と思います。まあ、本当にご飯行きたいですね。うん、はい、またね、後にバドミントンコラボがあるかもしれないということを期待して。これは確定ですね。確定、まあ、やりたいとおっしゃってましたもんね。いや、そうですね。はい、ぜひぜひ期待に応えてあげてください。桃田賢斗選手、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてですね、ここでなんとスペシャルゲストの方がいらっしゃっております。ちょっと待って待って待って、桃田さんも来てないですもんね。さすがに、ちょっと待って、試合会場にいらっしゃいますけども、待って、マジでやりすぎ、本当にやりすぎ。さあ、それではご紹介させていただきます。はい、カルマさんの東京の母と言っても過言ではございません、豊田真帆さん、ご登壇ください。
女優をやっております豊田真帆と申します。カルトも育ての親と言われてしまっておりますが、特に何もしてないような気もします。はい、大事な場面でよく見つけられてきた。あれですよ、芸能界ってすごいでしょ。事務所と事務所がちゃんと話してました。カルマが初めてドッキリにかかるっていう、知らなかったでしょ。いや、しかもうなんか会議室の一室、もう8畳ぐらいの一室でなんか 2,3 台のカメラでやるのかなと思ってたし、真帆ちゃんが出てくると思わなかった。すごいですね。一昨日か3日前ぐらいに着信があったんですけど、今日のこの日のことがあったのでうっかり喋ってしまったあれなので、カルマの着信を無視しました。本当に、なんならこうちょっとこう今思えば巧妙な策だったなって、カルマ大丈夫生きてるってちゃんとネットニュースのあり方をそのままその手で大丈夫。さすが芸能界の大先輩。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうですね。こんなオリンピックのさなか、こんな集まってくださって。そうですよ、もう多分来る場所間違えたと思うんですよ。実際間違えてきた方結構いらっしゃると思うんですよ。まあでも改めまして、はい、こうカルマさんとのご関係について こちらの書籍、ここにも言うて何でも記載されておりましたけども、豊田さん、カルマさんの初対面の印象について教えていただけますか。普通の福岡のやんちゃな男の子が、不良の男の子が誰かに絡んでるっていう感じの印象でしたけど、なんか私とってもおせっかいでいろんなことにこう首を突っ込むタイプなんですよ。いまだにそれが治ってなくて、後輩の相談に乗ったり面倒を見たりとかっていう癖があるので、その延長でまあはい、そんな感じの出会いで、で東京に出てきてバイトをいくつか掛け持ちして、ずっと一人で頑張ってきて、それで本当に私の力がどうのとか全くなしで、カルマは一人でここまでこうなったので、人として私はすごいなって尊敬してます。俺すごいらしいです。嬉しそう、強烈な笑顔。嬉しいですね。嬉しいけどちょっと恥ずかしいですよね。恥ずかしいですか。まあ、でもこれだけの報道陣の前でこのお二人の共演が見られるってかなりレアだと思うんですけども、こう結構普段からも SNS だったりこう YouTube の方でも仲がいいなっていうのが伝わってきたんですけど、普段どういったお話とかされるんですか。普段はご飯食べに行って、でも普通に芸能界のお話もしますし、相談のことがあればするし、そうですね、この時はこうか、あかとかっていう話もしますし、確かに全然自然な感じです。まあ、ちょこちょこ連絡はだいたい週1とかって取ったりとかするんですけど、ご飯LINE は短いんですけど、すぐ電話かかってくるタイプ。ああ、そうです。電話が1時間ぐらい。長っ。そうですね。しますね。それでずっと話す。はい、まあ、それこそやっぱり芸能事務所さんからいろいろ声いただいてた時もあって、うん、その時もいろいろどの事務所がどんな事務所かも何も分かんないんで、それでご相談させてもらったりとか。心強すぎる。でも結局は最後もカルマが一人でもちろんずっとやってたので、私の意見とか全く、はい、全然私の影響力とかも全然ないですし、はい。まあ、でもこれからカルマさんが NX で羽ばたいていくということで、はい、豊田さんから何か期待感をちょっと寄せる何か一言いただけますか。YouTube ではもう本当にとっても破天荒で魅力的で、若者に元気を与えてるし、すごくみんなにパワーをもらいましたとかって言葉もね、コメントでいただいているのを見て、そのカルマ芸能界に入ってどんな活躍にが広がるのかなと思ってすごく楽しみにしてます。俳優なのか歌手なのか世界に羽ばたくのか、なんかどんどん面白いことをやってほしいなと思ってます。はい、ぜひね、その期待に応える活躍。いや、すごいプレッシャー。いや、本当これくらいとりあえず所属させていただきますので、はい、まあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということで本当に興味深いお話尽きないんですけれども、まずね、ここでフォトセッションを一旦挟ませていただきたいと思います。では2人によるフォトセッションの方。
はい、カメラマンの皆様、はい、ぜひ撮影していただけますようお願いいたします。本当親子写真みたいですよ。ちょっと時間も来ますので、じゃあフェンターの方から高田の方で参ります。フェンターの辺りで皆さんご覧ください。いやいや、いらんです。すいません、お二人こちらに。はい、ありがとうございます。この辺、じゃあこちらの辺ください。すいません、個別で頼んできないので、フェンターの辺りで皆さんお願いします。フェンターの皆さんは、フェンターの辺りの皆さん大丈夫でしょうか。はい、この後下手に流れていって、下手に行って最後上手に戻します。じゃあここら辺お願いします。下手の皆さんお声がください。一番特殊な事業参加です。公開事業参加。本当に。いや、僕、記者の人たち声出せないんですけど、こういう、大丈夫ですかね、ドサンピン仕事だなとかって心の中で思ってないですか？思ってる。こいつ何ができるのかなって多分思ってるから、これからちょっと厳しい。そうですよね。はい、そうですね。道がやってくると思うので頑張ってください。はい、ありがとう。はい、ロカイで怖いですよ。いや、あんまどっぷり疲れたくないなって。そんな、はい。はい、ぜひ、トヨさんからのアドバイスも参考にしてみて、これから頑張っていきたいと思います。わ、はい、かりました。ではですね、ここでタルタ魔法様、こちらでお別れでございます。どうもありがとうございました。おめでとうございます。また、動画楽しみにしてます。はい。ご飯。小枝真央様でした。ありがとうございました。後でね。さあ、ということで、公開事業参加でした。膝から崩れ落ちてるじゃないですか。なんかあれ、俺打ち合わせしてたの、ほぼ全部ないんですね。ほぼ全部打ち合わせで聞いたのがないんですね、本当に。ちょっと頼むよ、エイベックスさんって。これがエイベックスのやり方ということで、まあ、ここまでね、いろいろお話聞かせていただきましたけれども、はい、ここからは取材に来られています媒体の皆様から質問がございましたら、挙手でご質問をお願いいたしたいと思います。その際には媒体名、そしてお名前名乗って質問をしていただけたらと思います。はい、どなたか、お水いただいた方、いらっしゃるでしょうか。結構ね、いろいろお話しいただいたんですが、あ、どこか手が上がりましたか？はい。今、スタッフがマイクを持っていきますので、お願いいたします。あ、怖そう。あ、すみません。読み取り考えてます。よろしくお願いします。あ、確認なんですけども、はい、まあ、APEX さんに所属したということは、もう芸能界デビューということでもいいんですよね、実際。まあ、そこも
正直言って、なんか、じゃあ、かといって YouTube をやめるとか、何かこう、芸能界で、どのジャンルで、まあ、俳優とか音楽もやってみたいなと思いますし、まあ、実際、音楽も作ったりとかしてるんですけども、まあ、それが芸能界というくくりなのであれば、そうですね、そうだというふうな認識だとは思うんですけれども、あんまり枠を捉えられずに、考えていただけたらなと思います。じゃあ、バラエティなんかも出てみたいというふうには。そこなんですよね。そこを一番、YouTube のキャラ的に、そこを出ろって、よく言われるんですけれども、なんか、それはそれのプロの方がいらっしゃいますし、なんかまだ今すぐになんか、そんな、まずお話が来るかとかもまだわかんないですし、だから、そこはちょっと、まだ明確には、そのバラエティだったりとか、タレントとしての活動っていうのは特に考えてもないですね。はい。今、俳優って言ってましたけども、はい。じゃあもしかしたら、豊田さんとの共演みたいなのも望んではいるんですか？あんまり、逆に言えば女優としても、この豊田真帆っていう感覚が、やっぱ近いがゆえにあんまりないところがあるんで、まあ、いずれ、できたら、まあ、共演、その俳優としてっていうことが、まあ、そうですね。それは、はい。楽しみではあるんですけど、まだ、いろはもわからないので、はい。これからって感じですね。芸能界で誰か憧れてる人とか、はい、好きな人とか、好きな女優とか、好きな男性の俳優でもいいんですけど、なんかそういう方っていらっしゃるんですか？憧れの人はいないんですよ。いないんですか？いないんですよね。正直、この人みたいになってみたいっていうのはなくて、逆に言えばこの人みたいになりたいと思う立ち位置だったりとか、自分ならではのものを確立したいっていうのは、あるので、まあでもやっぱ、その分野分野ではありますけどね、それでもやっぱ若手俳優さんだったりとかは、すごく、山崎賢治さんだったりとか、菅田将暉さん、特に菅田将暉さんとかはクリエイティブ活動もなされてるじゃないですか。そこはやっぱすごいなってやっぱ思いますね。その両立を体現してるらっしゃる方なんで、結構マルチでやられてる方はやっぱすごいなっていうのは純粋に思います。あとは作品を作ってらっしゃる方、音楽業界の方とか、やっぱり自分で曲を作られてる方とかってやっぱりすごいなって、その作品作りに対する思いとかはちょっとやっぱり自分の中で分かる部分もあるので、なおさらすごいなってのは思いますね。APEX さんの所属タレントの中で、はい、まあ、知り合いとか会ったことある人とか話したことある人って誰かいらっしゃるんですか？いないと思うのと、あと APEX の所属タレントさんをそんなに知らないのかもしれないですね。その僕はとりあえず APEX と関わっていろんなことをやっていくっていうことの段階ではあるので、この人がいるから入りたいとかは特になかったですね。この人たちとやりたいと思って入ったのが APEX ですね。はい。先ほどちょっとから気になったんですけど、隣のサングラスかけた方ってのはどなたなの？いや僕もびっくりしたんですよ。YouTube で SP とかで、まあ、よく出てるよな。まあこういう感じで、ね、いけるんですね。めっちゃ笑ってくれてない。見たことある。そうなんですよ。よく YouTube で、まあネタというんですよね、SP をつけてるんですけれども、まあこれからはちょっとネタじゃない感じで、しっかりプライベートにつけていこうと思うんで、よろしくな。Yes, sir. ありがとうございます。アルマさんの希望で来てもらったんですか？いや、たぶんもろもろ準備して、たぶん来ることは、来るか来ないか大体は知ってたんですけども、基本、ほとんど聞かされてないんだなって思いました、今日。いるんだってのは入って気づきました、僕は。はい。はい。まあ、あと、まあ、芸能界の多分知り合いいっぱい多いと思うんですけど、なんか、この元カノが有名女優だったって話はどうなんでしょうか？あ、なるほど。いや、それはちょっと、あれじゃないですか。まあ、そんな。うっせえお前。すみません、ごめんなさい。彼も YouTube 出てる人なんです。まあ、全然、多分いろいろね、情報が回っちゃって、二転三転しちゃったのかなって、はい、思います。誰なんですか、実際。いや、いないんですよ。はい、いないです。ちょっとノーコメントの方で。
ごめんなさい。記者会見っぽくなってきましたね。いや、本当に、そっか。これがか。もう、俺は彼の力のコントを乗っ取って、もう、本当に、一風呂浴びたいと思って。すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、質問の方ありがとうございました。さあ、その他で何か質問ある方いらっしゃるでしょうか。あ、天国を。もう汗が止まらないです。いや、もう本当っすよ、マジで。本当にもう、ね、怖いね。あ、では質問お願いいたします。会いたい目とお名前と。フジテレビ広報が運営しているフジテレビというメディアです。よろしくお願いします。あの、先ほどちょっと触れられていたんですけども、はい、そのお休みになる、まあ、理由、お休みになった理由というのは結構いろいろあっておっしゃったんですけど、はい、具体的に、何がきっかけだったかということと、うんうん、あとその1年間の間に、まあ、何をテレビにされてた、その事務所のとおりの時代にプライベートで何をされてたのかということと、はい、あとはその失踪説とか、うん、まあ、あの皆さんがこういろいろと騒いでらっしゃるところをどういうふうにご覧になっていたのかという3点をお伺いできればと思います。1点目がごめんなさい。あ、きっかけですね、休むきっかけ。あ、そうですね、正直言うと、あの、いろいろこう YouTube100 万人行くっていうのはやる前からもう自分の中で視野に入れて、まあ、あらかじめ計画を立ててやってたので、で、なんでその100万人に行きたいかっていうのも、その YouTuber をやるために100万人に行きたいとかっていうわけではなく、その今の時代の最強の名刺って何かってなった時に、YouTube の登録者数とか、YouTube の個の力だなと思ったんで、それこそ芸能事務所さんから声がかかってくるとか、これからいろんなことやっていきたいっていう、まあ、すごくアバウトなんですけど、それはやっぱ前から思ってて、で、まあ、それでちょっと、まあ、自分でできることが、こう、109の方に広告出させてもらったりとかして、で、ちょっと、やれることはやったってことで、ちょうどいろいろお話も来てたので、あの、いろんな人物さんとから。なので、それで、あの、お話しさせてもらうっていうのと、正直なこと言うと、やっぱ一人でやってて、すごく、ちょっと、大変なことがいろいろ、やっぱ、気持ちもそうですし、やっぱ今の時代すごい人いっぱいいますから、その人たちとやっぱいろいろ業界を作っていくみたいな時に、結構やっぱ、あの、あんまり弱音を YouTube とかで吐かないんですけれども、まあ、ね、精神的にこう、ガーって弱って、ちょっとここらで、こう、まあ、100万人も超えたことだし、いろいろこう新しいことを挑戦するっていうのもそうだし、一回休みたいなっていうのも正直あったのは確かですね。で、その1年間の中で、あの、本当にいろいろあったんですけども、まあ、言えること言えないことあるんですけど、あの、まあ、休止して数ヶ月間まずいろいろ事務所さんと話したりとかしてて、で、ちょっと僕の中でも気持ちがちょっと落ちてた時期ではあったんですよね。YouTube に戻らなきゃいけない、しなきゃいけないっていう、ちょっと自分に結構すごく稼い、まあ、今まで自分が積み上げてきたのがこれだけ大きかったんだっていうふうに気づかされたところもあって、でそのタイミングで、友達が僕の YouTube 前半初期の方にちょっと関わってくれてた、あの、同い年の友達がいるんですけれども、で、同じ同胞の九州出身で、バイト先は毎週だったんですけど、その子が亡くなっちゃって、で、その子も芸能、むしろ、その子はすごく芸能界を目指してた子だったんですよね。まあ、僕と一緒でルックスすごく良かったんですけども、その、同じバイト先で、同い年で、で、僕は、メディア、あの、まずデジタルの方で力をつける。個人の力をつけたいということで YouTube。で、彼は、あの、芸能活動を頑張るということで。で、同じようにやっぱ夢を追ってた中で、そこで今年の初め、余命宣告を去年末に受けて今年の初めちょっと亡くなっちゃって、で、やっぱ最後、こう、九州の方まで行ってお見舞い行ったんですけども、そこで、まあ、なんか、僕に追えなかった夢を、こう追ってほしいと、あの、そういうようないろいろ会話をして、
そこでやっぱりこう、まあ、正直自分ももうこれから何か新しいことやるっていう気持ちになりづらいところもあったんですよ。慣れないところも、そこはちょっと疲れてしまってたところもあって、あと怖いっていうところもあったし、そこでやっぱりちょっと気持ち切り替えて、確かにその景色を見れるのはその周りの友達とかだろうかもしれないと思った時に、あ、挑戦とりあえずしてみようかなと思って、芸能事務所さんとも、まあ、積極的に話をするように、それこそ ABEX さんと最初はお断りさせてもらってたんで、すごくしつこかったんですよ。何回断っても連絡が来てたんで、ABEX さんは。で、それで、ね、いろいろ自分が本当に結構そこまで落ちちゃってて、それを支えてくれたっていうのがでかいですかね。はい。実装説とか、ああ、そっか、ごめんなさい、もうごめんなさい。いやいや、結構声が上がってたんですけど、はい、それはもう、どうご覧になってたんですか。結構ここまで、まあ、このカメラの台数を見て思ったんですけど、ここまで騒がれてたんだなっていうのと、まあ、あと、やっぱ視聴者さんのためにも、まあ、なんか喜ぶ形だったりとか、ワクワクする形で復活したいっていうのは、もう常に ABEX さんも含め、僕一度、僕ら全員思ってたことだったんで、こう、下手に、じゃあ露出して、じゃあ何かを言える状況じゃない状況で露出するっていうのは、まあ今までもちょっとそのスタイルだったんですけど、僕個人でやってる時も。ちょっと今回はそれがね、やっぱ、本当は1年間の間にいろいろ、本当は4月に復帰しよう、これをやろう、あれをやろうって、いろいろあったんですよ、本当は計画が。でもやっぱり、そんなうまくいかないことも結構あって、あ、これダメだったか、あれダメだったかってことで、今年のこの夏のこのタイミングになったっていう感じですね。まあ、思想説に関しては本当にすごくコメント欄とか見て、わぁ、すごい愛されてるなっていうのは思いましたね。それでやっぱり YouTube もしっかり落としたいなっていうのを思いました。なんか動画もね、わざわざ動画を削除することもなかったのかなってちょっと思います。あ、それに関してはちょっといろいろ理由があって、まあ、それはちょっと僕の YouTube の方でご説明させていただければなと思うので、非公開の状態なんですよね、削除っていうか。まあ、いろいろちょっとこちらの確認作業があって、まあ、でもコメント欄ですごく前の動画見たいって言ってくれてるんで、一日でも早く戻せればなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご質問ありがとうございます。お時間の都合上、次の質問で最後とさせていただきます。お前は手挙げんな。後ろにも。すみません、東京中央の室井と申します。はい、よろしくお願いします。桃田君と、はい、関係してたんです。視聴者ということで、はい、直接がダイレクトメールかなんか来たってことなんですか。何だったっけな。最初なんか僕の視聴者さん伝えでお話が結構流れてきてて、こうバドミントンの桃田選手がこうストーリーとかで僕関連のことを挙げてくださってるってことで、それでちょっとどっちから連絡したのか分かんないですけど、なんかそれでDM のやり取りをするようになって、で、まあ、直接連絡先を交換して、そこからはちょこちょこ連絡を取り合うような感じです。はい、まあ、これから試合で頑張ると思うんですけど、はい、どんなごちそうを用意しようかな。そうですよね、確かに、立場的に終わらなきゃいけないですよね、どうかに頑張ってください。まあ、一番食べたいものだと思うんですけど、こういう時ってやっぱ焼肉なんですね。焼肉を、でも本当に今僕1年間休んでてお金ないんで、そこはちょっとエビクス持ちで、はい、お願いします。はい、そこはちょっとそうですね。はい、はい、ご質問ありがとうございました。以上で質問の方終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、緊張した。ちょっとほっとしました。しました。ではですね、これにて天才クリエイターカルマ ABEX マネジメント専属契約記者会見を終了したいと思います。皆様本日はお集まりいただき誠にありがとうございました。本日司会を務めました立花ゆりかでした。ありがとうございました。この後はメディアの皆様向けにフォトセッションを行いたいと思います。それでは郷原さんの方からお願いいたします。いや、カルマさん、こちらから一回ご退出いただいて、次のフォトセッションの準備を、はい、ありがとうございました。
大丈夫いますこの後2階で、エイベックスさんが無事前でフォトセッションいたします。ただちょっと時間が押してしまっているため